2019年インドネシア総選挙は、インドネシアで2019年4月17日に実施された選挙である。インドネシア史上初めて大統領選挙と議会選挙が同時に行われた。2014年、大統領に就任したジョコビドドは、当初議会において少数与党であったが、ゴルカルと開発統一党が与党入りに合意し、 議会選においても所属する闘争民主党が多数派を形成することに成功した。2019年4月17日にインドネシア大統領選挙及びインドネシア国民議会選挙の投票が実施され、即日開票が行われた。なお、二つの選挙の同時実施により、開票スタッフ、選挙管理委員会の職員、警察官など382名が過労死し、 過労により体調を崩した職員は1470人に達したと報じられている。2008年に成立した選挙法では大統領選と議会選は3ヶ月以上の間隔を空けて執行することが規定されていた。しかし憲法裁判所における審議の結果投票率の向上と選挙費用の削減が図られることから2019年に実施される 大統領選と議会選は同時開催することとなった。4回目となる大統領選で現職のジョコ・ウィドドは再選を目指し副大統領候補にイスラム教指導者のマール・フアミンを擁立した。一方前回の大統領選で敗北したプラボー、スビアントは副大統領候補に元ジャカルタ州副知事のサンディアガウノを擁立した。現職のジョコ・ウィドド候補が再選確実となり、 勝利宣言を発表した。選挙前の世論調査でも対立候補を引き離し大きくリードしていた。ありがとうございます。